1951から1952シーズンの NBA は NBA の6回目のシーズンである。シーズンは1951年11月1日に始まり、1952年4月25日に全日程が終了した。この年、NBA の発展に大きな影響を及ぼす重大な出来事が2つ発生した。その1つが制限区域の拡大であった。 NBA 発足以来、試合は常にビッグマンが支配してきた。ミネアポリスレーカーズのジョージ・マイカンを筆頭に、前期チャンピオンロチェスター・ロイヤルズのアーニー・ライゼンなど、優秀なセンターを獲得したチームが大きな成功を収めていた。また、得点王レースの上位をセンターの選手が独占し、各チームの得点王もそのほとんどがセンターの選手だった。特に前日のジョージ・マイカンが、 あまりにも支配的であったためリーグはセンターの活動範囲を制限せざるを得なくなった。それがゴール近辺に設けられている制限区域の拡大であった。フリースローレインの6フィートを12フィートとし制限区域は大幅に拡大されゴール下を主戦場とするセンターは本来の仕事場に長時間止まることができなくなった。効果は適面でその影響は 得点オ王レースの変化という分かりやすい形で現れた。もう一つの大きな出来事は NBA の外で発生した。NBA 最大のライバルであり、当時のアメリカバスケット界の主流であったカレッジバスケのスキャンダルである。1951年1月、カレッジバスケの選手が1949から50シーズンの間に、 わざと負けることで金銭を得ていたという八尾町疑惑が持ち上がった。その後事件は拡大の一途をたどり、様々な不正が発覚したことで、続々と逮捕者が現れ、一大スキャンダルへと発展した。事態を重く見たアリーナのオーナーたちは、アリーナからカレッジバスケを締め出した。その空き時間を埋めるために招かれたのが NBA であった。これは、 当時まだまだマイナーな存在だった NBA が全米のバスケットファンに認知される契機となった。多くのカレッジバスケの試合が中止された時期、バスケットファンは NBA を観戦しに行くようになったのである。その後カレッジバスケの人気はすぐに持ち直し、カレッジバスケ NBA という位置づけが変わることはなかったが、NBA の知名度を飛躍的に上げた重要な出来事であった。 ドラフトでは、ジーン・メルチオーレが、ボルティモア・ブレッツから全体1位指名を受けたが、結局 NBA では、プレイしなかった。他には、ニール・ジョンストンが、ドラフト外で、NBA 入りを果たしている。トライシティーズ・ブラック・ホークスが、入りのイシューからミルウォーキーに移転し、ミルウォーキー・ホークスと解消した。ワシントン・キャピトルズが、前期の半ばに解散したため、にデビジョン制10チームとなった。 レギュラーシーズンは66試合を戦い、各デビジョンから上位4チームがプレーオフに進出する。イースタンデビジョンウエスタンデビジョン1969から70シーズン以前はアベレージよりも通算でスタッツリーダーが決められていた。前期はロチェスターロイヤルズの前に3連覇の夢を立たれ、そして今期は制限区域の拡大により、 大黒柱のジョージ・マイカンが得点アベレージを落とし、その時代に終焉を迎えたかに思われた、ミネアポリス・レイカーズ。しかし、ガービンは制限区域拡大により、プレーを制限されるどころか、むしろオフェンスが自由になったと豪語した。そしてレイカーズは、デビジョン決勝で宿敵ロイヤルズを破ると、2年連続でファイナルに進出したニューヨーク・ニックスを破り、 一年ぶりに王座に帰り咲いた ESPN クラシックエクスプロージョン1951スキャンドルズスレトンカレッジフープスありがとうございます。